はい、はい、こんにちは、豊さん、はい、NPB が今年 FA 権を取得する選手の一覧を、はい、公示しました、はいはい、で続々と例えばもう、手を挙げてる選手、手を挙げるというかもう行使しますっていう選手も出てき始めています、はい、で中でも日本ハムの近藤健介外野手が、はい、この FA 権を行使することが17日分かったと記事が出ました。はい、はい、行使します。はい、まあ残るやろうな。え、残る？ええ、待って行使してから残るよ。いわゆる宣言残留。俺はそうだと思うよ。その宣言残留っていうのは、うん、まず宣言をします、行使しますって言って、その後どういう行動？まあまあ他球団の話もおそらく聞いたりだとか、はい、会う可能性もあるよね。はい、まあだけど俺はこんちゃんは残ると。それは日本ハムの球団も他聞きに行ってもいいですよって、その結果残留してもいいですよ。まあ、ただね、選手としたらさ、他球団が俺のことどういうふうに思ってくれてるのかっていうのはさ、すごく気になるところだし、はい、それは話を聞いたっていいこと言うしか、ね、ないっていうのは分かりながらも話をしてて、いくらを提示するのかっていう、うん、このぐらいの俺価値があるんだっていうのも知りたいじゃない。知りたくないか。あ、それも知りたいです。知りたいだろ、純粋に。だからそれ知ってもいいじゃん別に。あ、まあ何球団か、例えばその結果持ち帰って日本ハムに、いや、こういう風な判断をされましたって日本ハムさんっていう風な交渉にもできるんですか？まあでもこっち側から、うん、近藤側からこれだけ向こうが提示してきました、うんうん、そういういやらしい交渉はしないよな。あ、一応だから言ったから、まあ、例えば3億円出すって言ってますよと、うん、じゃあ3億1000万でっていやいや、その上に来るかも分かんないけどだからそういういやらしくんじゃなくて、やっぱ素直な日本ハムの評価も聞きたいし、うん、だからこっちは伏せとくとか、はい、ね、そういうことはあるけども、まあだけど俺は近藤は、うん、残ると思うよ。それはやっぱりあれですか、まあ、球場変わったりとか愛着があるとか、まあ、日本ハムはやっぱもう今や顔だしさ、うん、ね、野手としてのリーダーだし、はい、その自覚と責任があって、うん、でエスコンフィールド北海道に球場を変えるということを考えて、うん、トップの選手だっていうことを考えると近藤は動かないって、うん、俺はそう思うよ。ずっとレギュラーでやっぱり新庄監督は来年はやっぱり近藤選手には出てもらいたいっていうふうに思って。新庄はやっぱ近藤頼りだよ、はい、うん、近藤がいないと成立しないというね、やっぱそういう打線だし、はい、ね、だから近藤は俺は出ないと思う。ただ他の球団が調査に乗り出してるんですよ。それは勝手じゃない調査するほど、ね、隠れてないってもう分かるだろ、戦っててって。何が調査だっつんだ。何の調査だっつんだあれ何の調査なんですか。知らねえよお前何の調査だろうって、まあ、でもソフトバンクがもう獲得調査のみんなしてます。調査したって行かないから。巨人行かない。日本ハムだって金あるよ、はい、近藤には用意してるってちゃんとそれなりの誠意のあるってことですか。そう、ただやっぱりその左の好打者っていうのはやっぱりこの野球の市場っていう見てもやっぱり貴重価値がものすごくある選手。近藤はね、やっぱ出塁率が高いんだよ、うん、でね、最近ね、球が速くなってきたりとかしてヒットを打ったりとか連打っていうのは難しくなってるんだよね。この前もそのデスパイネがホームラン打ったように、ね、クライマックスシリーズでもう一発で同点だとか一発で勝負が決まるとか、そういう試合がやっぱ増えてるんだよね。その中で出塁率が高いやつっていうのは貴重なんだよ。うん、ただ近藤に足があったら1億高いだろうな、プラスアルファ。いや本当にそのぐらいやっぱ貴重な選手ではあることは確かだ、はい、それを日本ハムが出さないって。そうですよね、うん、まあ、出さないというか、まあ、個人の自由だからさ、はい、それは。ただ俺はコンちゃんの性格からして春先はコンちゃん今年 FA で出るなっていうふうに思ってたのよ、はい、ね、それはなんていうか近藤の扱いとかね、うん、まあ、そういうことを考えた時に、いやだけどえちょっと待てよと、後半の方は俺はコンちゃん出ないだろうなっていうのは感じた。戦いを見ながらね、はい、ベンチにいる姿とか見ながら、うん、それは感じてた。それは近藤がいやもう日本ハムとは縁を切りました、うん、出ますって私を高く評価してくださいって言ったら、うん、そらこら取りに行くよね。行きますよね、うん、取りに行くけども、こんちゃんに言っとくけど、うん、
外の風は冷たいよ。あ、北海道の風よりも。そうですか。北海道にいたらその風も暖かく感じるかもわからないけど、うん、他行ったら冷たいからね。これは何でかっていうと、はい、近藤にバッティングはあるけど守備と足はないから、わかる、はい、だから俺は北海道にいなさいって思うわけよ、うんうん、その方が自分を高く評価されて長くできるから、はい、うん、これが3拍子本当に揃ってる選手、肩は強いけどね、うん、守備はうまくて足があってあのバッティングがあるって言ったら、それはね外飯食ってもいいよ、うんうん、まあ、だけど北海道にいなさい。北海道の寒風も暖かくファンが、ね、うん、周りをね囲んでくれるから当たらないようにと俺は思うんだよ。でエスコンフィールド北海道の顔になりなさいよ、うん、それが俺は近藤が将来的なビジョンを考えた時に一番綺麗に収まる格好だと思う。電話しとこうよ今度なあ、コンちゃん。もしかこの動画見てたら多分電話番号知らないんだよ。あ、知らない、お互いに知らないんですか。誰かに聞けいきなりなるほど。そのどうしてもやっぱりね、目先ではないですけど、やっぱりだから移籍したことないでしょ。あ、近藤選手、はい、もちろんないよね、うん、ね、一生懸命やって今働きやすい環境にあるかもわからないけども、やっぱね力が落ちてやめ際っていうのは必ずあのまま日本ハムにいた方が良かったのかなっていう、そうやって思う時が来るよ、うん、それはどういう成績を上げたとしても、はい、ね、だから俺はゴンちゃんは我慢しとけば、うん、ね、日本ハムの監督まであるよ、うん、将来的には、はい、ね、だからゴンちゃん残りなさい、あなたはもうね、画面を通してなんか降りてきた降りてきた、この選手の未来が。いやでも将来的なことを考えるとね、はい、まあ、確かに目先の1億2億を取るのか、うん、それとも人生の設計として人脈とかいろんなこと、はい、またファンとか、うん、ね、北海道のファンとかいろいろ考えた時に、うん、俺はコンちゃんのスタイルは出ない方がいい、うん、このまま日本ハムにいた方がいいと俺は思う、うん、だから例えば西武の森が出る、はい、あ、それはもう力を試すのに、まあ、一番いいんじゃないのっていう、うん、そんな止めようとは思わない、はい、でもコンちゃんっていうのはちょっとプレースタイルも違うし性格も違うし、うん、愛されキャラだしね、はい、うん、だから、うん、俺は北海道のファンのために残ってくれと思うよいやいや本当に本当にそうですね、うん、ファンもそう思ってるでしょうね、きっと。まあコンちゃん人気あるしな、はい、人気ありますよ ね、うん、ね、だからまあそうだね、まあよそいってのプレーもね、うん、絶対できると思うんだけど、はい、あのコンちゃんのねプレースタイルからするとね、はい、ただねやっぱ選手としては優勝したいんだよ、はい、やっぱ1本のヒットが価値あるものにしたいんだよ。これはもうみんな共通して選手はそう思ってると思うんだよね、うん、だからコンちゃんこのまま日本ハムにいて優勝いつになるんだろうかって俺の引退した後なのかなっていうのを考えるとさ、やっぱ優勝は経験しときたいよね、はい、自分の中心の時にね、うん、だから、まあ、それは新庄が一生懸命、ね、うん、チームを作り変えて近い将来あると思う、うん、優勝が、うん、ちょっと厳しいからまあ分かんないけど、はい、だけど戦略戦術、うん、まあ、ドラフトとかね補強の、まあ、それによって可能だから今は、はい、だからね優勝できるよこんちゃんお前が5割打ちや5割、ね、5割なんか豊さんが日本ハムのなんかフロントみたいに感じてみました。近藤選手をこう残った方がいいよっていう風に説得して、やっぱね、うん、あの一番選手が幸せなポジションってどこかなっていう風に考えた時に、こんちゃんはそう思うんだよ。森は、あ、出てって勝負した方が幸せになるだろうなとか、はい、あの性格が生きるだろうなとか、うん、そういうことを考えるんだけど、こんちゃんの場合はやっぱもう日本の顔だしさ、これをこう置いて出ていくって、だからその小笠原の末路とか、はい、いろんな方あるじゃん、うん、片岡が阪神に移った末路、はい、彼らはコーチとかでね、まあ、活躍はしてるけども、まあ、だけど辞め際がどうだったのかとかさ、うん、いろいろこう考えた時には、はい、片岡も阪神行ってプレッシャーで押し潰されそうになって、ね、悩んでみたいなこともあったし、小笠原もジャイアンツからも最後中日に行ってみたいな、はい、ね、中日行ったのもみんなに知ってるかって、あれ最後どこで辞めたのかって聞いたらわからないような、うん、
そういう状態じゃなくて、はい、近藤はやっぱそれと立ち位置は一緒だと思うんだけども、そうだな、そういうふうに俺は考えるけどね。ぜひ、やっぱ選手はやっぱこう FA 取ってから幸せな野球環境であってほしいわけよね、はい、だから FA 取ったからはい手挙げてはいお金くださいみたいな、うん、そんなんじゃなくて、で自分の評価は一番球団にしてもらえばいいよ。他の球団がどう思われたっていいよ、うん、それはもういいことしか言わないんだから来てほしい近藤さんみたいな、はい、あなたはキムタクと似てますね。そんな、あ、そんなのですか。いや、まあ言う可能性があるからさまあ言わないかそれはねちょっとあれですね。いやだけど、はい、だけど自分のところで評価されればいいよ、うん、ね、その評価を裏切らないように毎年やっていったらね、ファンもいっぱい喜んでくれるし、うん、ね、将来的に、あ、近藤はやっぱり一生日本ハムの顔だなっていうキャラもいいし、うん、ね、なんか疲れちゃったいや今近藤選手を引き止めるすごいフロントのような感じでした、ね、そう、ハムの、はい、いや俺はフロントでも何でもなくて、うん、近ちゃんの幸せを考えた時にそうだっていう、そうですよね。だから選手も自分の幸せ、自分の未来も、まあ、もちろん考えてるんですね、はい、考えてこう重要なこの選択をしてほしいなっていうふうに思いますね、はい。